おおいつ。しおちゃんすごいね。おお。100点じゃん。で今日の晩ご飯は焼肉じゃんみたいになるじゃん。で三者面談の時来るじゃん。これはどういうことって怒られる。だって100点とか先生取ってたじゃないですかとか。あれは高木くんのテストですっつってから。やばいよ。びっくりだ。